ゃやっぱり肯定してほしい、頑張ってるの知ってるよ、いつも見てるよみたいな。皆さんこんにちは。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 のぼりチャンネルです。よろしくお願いします。いや久しぶりのズーム。お正月以来です。まあ、ちょっとハワイの方に来てるんで。いいですね。え、ズームで。夏ですね。そんななんか素人みたいなコメントする。実は去年クラウドファンディングやってる時におひねりポストをしばらくお休みしたんですよね。それをそろそろリニューアルしたいなと思いまして相談してる最中なんですよね。はい。最近巣ごもりチャンネルを見始めた方はおひねりポストって何って多分思ってらっしゃると思うんですけど、この動画を見て簡単にピッとこう応援してもらえるようなシステムを作りたいと思っておひねりポストを始めたんですが、リターンももうちょっと数を増やして面白いリターンを作って楽しんでいただけるようにしたいなと思って、それを今日紹介していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。さあ今回のリニューアルしたリターンをご紹介していきたいと思っております。まずあなたの待ち受けを推しの俳優に。これは普段見ることができない俳優の素の瞬間を待ち受け画面にしてプレゼントするということなんですけど、扮装した写真とかはねよくブログとかねインスタグラムに上げたりして、そういうのって皆さん見たことあるじゃないですか。そういう時じゃなくて自分のプライベートのオフショットみたいなのを皆様に恥ずかしいですけれどもプレゼントしたいなっていうふうに思ってます。松浦海之助くんの酔っ払っている写真とか、いやいや、やばいでしょ。これうっかりした顔が乗ると恥ずかしいことは恥ずかしいよ。検閲したいですね、ちょっと自分の写真どんね。いや確かに衣装着てるといいけど素の自分は恥ずかしいな。恥ずかしいですね。なんかお客様がロビーとかに来てこうなんかチラッとここにいたりしたらちょっと。あとさ基本的にこうサンプルを出すつもりなんですけど、そのサンプル見て、あ、私これがいい、あ、俺これがいいとか言うと、人気のこう順序が分かっちゃうようなところはあるよね。天神座総選挙が神セブンが決まるということですね。じゃあこれで1位になった人はカーテンコールで真ん中に来られるのか。いらない。神之助、あいつ取り手なのに真ん中にいる。なんだ。本日はありがとうございました。ありがとうございます。わけがわからない。まあそんなようなこと考えてますんで、もらった人はぜひコピーしないようにしてほしい。そうですね。自分だけでこう楽しんでもらう待ち受け画面にしてほしいなと思います。一応中島以下でこの待ち受け画面を用意しようかなと思っておりますので、ぜひ一度ご覧になってください。さあ次は私の俳優の声をあなたに。男性バージョン、女性バージョンね。あなたの大好きな俳優さんにボイスメッセージ4パターンから選んでもらおうと今思ってるんですよね。1つ目がおはよう、2つ目がおやすみ、3つ目が頑張れ、4つ目が頑張ったね。この4パターンを今用意しようとしております。ねえ、貝之助、男はさ、女優さんからどんな風に言ってほしいんだろうね。おはよう、起きてとか、今日のお芝居良かったよ。あ、それいいっすね、それいいっすね。言われたことない、自信持ってとか言われたことない。あ、自信持っていいね、自信持って、うん、男は嬉しいか、うん、自信持って頑張れ大丈夫だよ、頑張れ、あ、いい、あ、自信持って頑張れっていいじゃん。女優さんは女性だったら男優からどんなこと言われたらいいだろうね。やっぱり肯定してほしい、頑張ってるの知ってるよ、いつも見てるよみたいな言われたい。恥ずかしいな、よくそんなこと言えるわ、本当に。疲れてる時とかに、なるほどね、頑張ろうってなります。朝はみさちゃん、朝は朝ごはん作ったから早く顔洗ってきなみたいな。あー、いい。恥ずかしい。言われたい。個人的な願望が見え隠れして面白いですね。お休み何がいいんですかね、難しい。お休みってなんだろうな、ダブっちゃうけど一日頑張ったねっていうのはやっぱりあるよな。いい夢見てねとか。あー、なるほどね。そんなやつ、いい、いい。俺がいつも言うやつ。言ってるの、僕言ってますよ、ちゃんと。おやすみ、いい夢見てね。好感度上がりました。男女関係なく言う、普通におやすみ、いい夢見ろよ。柳沢慎吾。
あー、いい夢見ろよ、ね、いい夢見ろよ、なんか言ったの、夢広がりますね。これもしこんなの言ってほしいってなったら追加してもいいもんね。そうですね、コメント欄にぜひ書いていただいて、皆様の願望をね、私たちができる範囲で。じゃあお待ちしております。お待ちしてます。お待ちしてます。で次は個人色紙、大きいやつじゃなくてこんなちっこいのあるじゃない、うん、ありますね。あの可愛らしいのにご希望の俳優がサインをしてお送りするっていうのはどうかなというのを今考えてます。小さいのいいですよね、うん、大きいのって結構やっぱ全身座のお客さんはね、うんうんうん、寄せ書きとか持ってたりするし、うん、でいっぱい飾ってくださってると思うので、うん、あえてねこう小さいので、うん、そしたらなんか何枚もお願いしようかなとか飾りたいなとか思うかもしれないですね。あ、誰のが欲しいかとかでまたかなりばらつきはあるよねやばいなやばいな僕さ絵描いてくれとか言われたらほんと困るもんいや逆にもう画伯だから大丈夫ですみんな絵上手じゃない、ちょこっとしたの描くのさ、あー本当ですよね、ああいうの本当できないんだよね。色紙に描ける人本当に尊敬します。個人色紙描いたことある？ないです。前のお仕事の時もそういうのはなかった？前のお仕事アイドル時代あー色紙はないですか？チェキに描くとかはありました。あー写真にね、はい、チェキって今もあんだもんね。ありますね、うん、結構需要もあるので。あ、チェキね、チェキね、ああチェキも面白いね。チェキだったらコレクトできるじゃない、結構してる人多いじゃないですか、うんうんうん、だから例えばチェキにメッセージ書いてもらってお送りする、検討してコースに入れることはここもできるね。いいと思います。機械は持ってるので。はいを言え、ね、やばいやばいやばい、好感度下がっちゃった、好感度下がっちゃった普段そういう口の利き方だからね、気をつけた方がいいよあとは候補としては俳優一押しのお店をこっそり教えちゃいますとか、ご希望の俳優とズームで対談、あとはねあなたの似顔絵描きます、データで送ります、こんなのもあります。これ誰が書くんでしょうね。中島さん来たらどうですか？やめなさい。みんな同じ顔になる。同じ顔に書くこともできないかもしれない。あとはね、僕たち結構日本全国あちゃこちゃ行きますからね。各地のお土産を買ってきてお送りしますとかね。あとはちょっとこれも変わってるんだけど、私物プレゼント。例えば使ってるメガネケースあげますとか、小物入れあげちゃいますみたいな、大切に使ってたけど今は使わないからプレゼントしますよとか、気の利いたものが出てきたら面白い企画だとは思うか、というようなこんな企画がいろいろ出てきてるんで、実現できそうならいろいろ考えていきたいと思います。このおひねりポストで少しでも動画を応援していただけたら嬉しいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。おひねりポストなんですけれども、この動画がアップされるときにはリニューアルしてますよね。してます。はい、ですのでぜひぜひ覗いていただきたいと思うんですけれども、この動画を見ていらっしゃる方はこの動画の概要欄にリンクが貼っております。全身座のホームページから見たいという方はまずトップページの下の方にですね、 YouTube 全身座チャンネルというところがありますので、そこをポチッとまずするとですね、全身座チャンネルのページに行きますので、中島さんが喋ってる動画があるんですけど、そのすぐ下におひねりポストでのご支援はこちらっていうのがございますので、そちらをポチッと押していただくとおひねりポストのページに行くという仕様になっております。まずどんなのがあるかなっていうのを見るだけでも楽しいと思いますので、この動画も応援していただきたいですし、ぜひぜひたくさんの方にページ見ていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いします。チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございました。また会いましょう。